久々の年の一度の TBC だ。トーナメントのこの雰囲気はやっぱいいよね。行く前の。おはようございます。今日は、TBC 利根川で行われるあのトーナメントに参加しつつ、大量生活のロケということで行ってみたいと思います。あのトーナメントなんでね、あの邪魔をしないようにしながらどこまで、まあ、自分の釣りができるかって感じですけど、まあ、秋の川ってことで、なんかね魚ちょっと流れ嫌ってるみたいなんで、あのクランクベイトの釣りがどこまで通用するか分かんないんですけれども、まあ、基本はあのアスカと、ソウルシャットをベースに、まあ、あとはスピード落とした時は、ウェーバーシリンとかの、フットボールジグもしくはダウンショットあたりで、まあ、魚触れればなって感じですかね。で、まあ、あとは、まあ、他の人のトーナメントの様子とか見ながら解説しながら釣りしたいと思います。それでは行きましょう。行ってきます。うわー、この川だけで 1,2,3,4,5,6,7,8 ているのか。これがトーナメントなんですよね。まあでも連れてったってことですよ、この川が。練習の時に、この川はね、あのチョコレート湖岸って言われてる、あのここはテトラだけど、テトラとチョコレート湖岸とその切れ目、あとブレイクのちょっと深いところにある沈むものみたいなのがするんだけど、もうこれだけの人数で入っていくと多分狙ってるのみんな一緒だから、上がってた時にやるとこないかもね。ネコロマンは割とメジャーなんじゃないですかね、この TBC では。まあでも多分すごい上に行くのは僕だけだと思う。ほらここで5番のシリーズ変わったじゃん。こっちは、これがチョコレート。この右もチョコレート。チョコレートはこういうふうに、ほら、筋がこうついて見えるじゃん。あの、ずっと筋があるから。で、ほら、ここはチョコレートの護岸切れてんじゃん。こういうとこが全部ポイントなんですわ。これはテキサスリグですね。いくらなんでも無理っすね。巻物で釣れっていう方が難しいですね。嫌いなのに。この大量生活の趣旨に反するんだけど、この釣り。なんともならないですよ。ワームが止まらないよ。
ならないですね、これ流れが強くて。ならないけど釣れましたね。これもいい魚が。よし。趣旨に反するが。流れが来なかったら、流れが来ないっていうかどうかしら、ゴミが流れてなかったら釣れますね、多分。まあ、いるとしたらあのサンドバーの下とかはありかな。だからここは右からの流れが一本あるんで、ひょっとしたらって感じですよね、僕の中では。ひょっとしたらいるかも。特にあの右側の杭の裏はサンドバーになってるから、そのサンドバーで魚をベイトを追い詰めようとしてるのがいれば可能性はなきにしもあらず。船が動かないと全くボイルも起こらないよね。これがやっぱ面白いよね。船が動いてて、その船が来るとあの餌のボラッコみたいなのがピュッてこう、やっぱエレキの音とかで泳いで逃げるでしょ。するとその逃げるのに反応してバスがスイッチ入んだよね。でドンって、まあそれでいる場所が分かっちゃうんだけどさ、じーっとしてると結構何も起こんないんだよな。それがまた難しいところなんだよ。だから静かにしなきゃ釣れないし、静かにしすぎても釣れないし、本当バスフィッシング難しいよね。難しいってか面白いってか。うわー来た。これ完全にエレキで驚いて動いたんだよね、そこにいたやつが。流れが強すぎんな、まあ、さっきみたいな釣りがいいですね。トーナメントはこの消えた魚をどう釣るかなんだよな。ね、プライベートの時はいろんなとこにいて、はいこれ、はい次つって釣れんだけど、釣りはできないからね、他の人が入ってるから。ほんとそれが難しいんだよね、駆け引きとか読みとか。でもうこれで変わっちゃったでしょ、気圧もあんま上がり始めちゃってるし、今度魚が下がっちゃってるんだけど、その下がっちゃって釣れる場所も同じようにみんな下がって釣れる場所に人がどんどん入るから、それも空いてる場所がないですよね。だその時にこう
他の人よりも圧倒的に釣れるルアーを持ってるか、他の人が絶対やらない場所を持ってるかっていうのが結構トーナメントでは成績を左右するんだよね。やっちゃったよ。なんだ、鯉か蓮魚か。あ、シーバスだ。蓮魚とか鯉かと思ったらシーバスだよ。これはかっつりかかっちゃってますよ。取られるわけいかないから入れるしかねえな。もうランディングするしかないね。おい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 、ほら、おお、大量、大量。いや、ナイスシーバスですね、これ。入りますか。これで終了です。釣りをしようと思ってたかというと、あんなに流れが強いと思ってなかったんで、まずはアスカ、アスカで普通に、ちょうどあのチョコレートゴーガンが両サイドにあるんだけど、そのチョコレートゴーガンに、場所によってそのイナコを追い詰める場所があるんですね。そういうとこにそのバーッと上がってきたときに食う魚がいるんで、どこで食うかっていうのは割とこうイナコの動きとバスがこう置いてる追っかけてる感じとか使わないとダメなんで、どっちかというとカバー打つっていうよりはもう投げて巻く方が釣りやすいって、アスカでやろうと思ってます。それをで、あのチョコロレートをこうポンポンポン、その角度を変えながら、キャストの角度を変えるとそのチョコレートゴーガンにちょうどこう触れながら来るぐらいのちょうどいいその投げる角度っていうのがあるんで、それ見つけてそれをずっと繰り返そうと思ってたんですけど、今日はあいにく雨で匂いが強すぎて、で
まあ、本来クランクでいい濁りが出ただけならクランクでもいいんだけど、あのゴミが流れてクランクが引けないということで、まあ仕方ないからっていう感じでしたね。まあフレーバーシュリンプよく釣れてます。霞でもそうでしたし、こんな感じです。まあ、あとはプロとのクランクをまだいくつも作ってるんで、ね、それをこの後仕上げます。まあ、トーナメントのね、中でとりあえず、一緒に撮影ってことなんで、まあ、これぐらいでも仕方ないかなっていう感じです。